いつも身につけてるもの。ないね。ありませんか。僕もう時計も嫌いなんですよ。あ、本当だ、時計してない。むしろ腕時計をしたことがないです。なんだと。人生において腕時計をしたことがないです。あ、うん、だ本当ないの、つけてるもの。ないんだ。コンタクトもしてないし、してない、ね、眼鏡もしてへんし。あ、眼鏡もしてへんな。何もないんですよ。わ、まあズラだけどね。なんで嘘つくの広がっちゃうよ、嘘が。そうか、ごめんごめん。ほら、みんなもちょっとそこ笑った方がいいんですよ。内緒だったな。内緒だったな。ごめん、鈴村ごめん。ばっかり。編集しといて。あ、ね、ということで、ね。余計怪しい感じになったでしょ。神谷さんなんかないんですか。僕はでも人差し、左手の人差し指に、この指輪してますね。それなんか意味あんの。な、特にないっす。得意に満面に言うことじゃないよね、かっこいいから。かっこいいね。異性にモテたいから。モテたいね。そうですね。そうか、俺もそれつけたらモテるから。お前も異性を意識しろよ。俺指輪もしたことないわ。お前、でもズラやからな。そうやな、ズラやからな。さて続いてです。